日本語学習者の皆さんをいつも応援するポッドキャスト今日は週末について「チュ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  日本語コンテペイ今日も始まりました今日も世界中のみんなに支えられて日本語を話します20分できるだけ自然な日本語みんなに来てほしいだって教科書とかちょっと不自然だし 僕の日本語はとても自然だからみんなのためになるよはい、えー、今日もね始まりましたね、えー、途中でですね、えー、歌が詰まってしまいましたね詰まってしまいましたなぜかというとこれはですねインプロビゼーションだからね即興ね即興って言いますね日本語で。 インンプロビゼーションちょっとかっこいいですねインプロビゼーションというと日本語で言うと即興ですね即興例えばね即興ジャズとか言いますね即興ジャズねとかまあ普通ジャズですよねジャズでありますよねインプロビゼーション日本にはね、えー、ジャズミュージシャンが結構いましてでその昔ですね少し少し前の話ですが そういういインプロビゼーションをやってた、ね、人たちがたくさんいたんですね。えー、まあちょっと音楽的にはねあの癖が強いので好きな人嫌いな人と分かれるような音楽ですけど、まあ、インプロビゼーションジャズの特に、えー、ノイズノイズ系ジャズというのがね結構、えー、高いレベルのものが日本にあったんですね。 で有名なミュージシャンとして阿部薫阿部薫というあのサックスですねその人はサックスサックスフォンをね吹く人ですがあの残念ながらもう亡くなってますね、えー、亡くなるっていうのは死んでる死んでます、えー、ただですね彼の演奏はすごいですよもう怖いですよね「危機迫る」って言いますね「危機迫る」っていうのはも怖い怖いぐらいエネルギーがある阿部薫 あとはあの人は誰だったかな柳、えー、ちょっと待ってくださいねちょっと今調べますねちょっと忘れしましたド忘れねド忘れというのはね急に忘れてしまったっていうことですね高柳正彦えちょっと阿部薫で阿部薫で調べればいいですね阿部薫っていうまあその人はサックスですねそしてですね当時この時代ですよねうーん えー、高柳正幸ですね高柳高柳高柳正幸この人はあのフリージャズこの人もフリージャズ、ね、のギタリストですね,ねギタリストこの人はギタリスト高柳正幸すごいですよねすごい音楽ですよとにかくですね、えー、気になる人は多分ね聴けますから YouTube で 高柳正幸ね、たか例えば高柳正幸はあのアメリカのジョンゾーンとね、えー、一緒に演奏したこともありますね。のジョンゾーン知ってる人は知ってますよね。あのまあノイズノイズとかインプロインプロビゼーションね音楽のまああのある意味第一人者ですけどニューヨークねニューヨークの人ですねジョンゾーン知ってる人は知ってますよね。ちょっとなんというかな。 ちょっとですね、アバンギャルドですね。アバンギャルド。ね、日本語ではアバンギャルド、ね。英語だとアバンガードですね。アバンギャルドの、ね、音楽をたくさん作った人ですね。ジョン・ゾーンはまだ、まだあの頑張って、ね、作ってますね。とにかく、あ、そうですね、ジョン・ゾーンはまだまだあの毎年毎年アルバムを出してますね。うん 皆さんどんどな音楽が好きでですすかかかフリージャズと好好きですか好きな人は少ないですよねフリージャズね。あの僕はですねあの大学生の時にあの変わった音楽を追い求めていた時がありまして、ね、変わった音楽を追い求める、ね、変わった音楽を探す、ね、そういう時期がありましてアメリカの、ね、フランク・ザッパとか、ね、さっき言ったジョン・ゾーンとかで日本ではあのボアダムス ね、そういういバンドがボア,ボアダムスボアダムス,ボアダムスはです、ね、ニルヴァーナとあのツアーを回ったこともあるぐらいの,あのバンドなんですけどちょっと、ね、変わった音楽をやってますねボアダムス、ね、ボアダム,アダム,、ね、<laughs> アダムでも全然音楽はボアボーリングじゃないですよ全然ボアダムを感じないですねなんかね怖いんですよ怖い。 ボアダムスにボアダムスっていうねバンドですね。これは何ていうかなハードコアパンクノイズみたいなノイズハードコアパンクみたいな感じですかね。えー、すごい話もあるんですよね。伝説もボアダムスには。ボアダムス今はですね少しおとなしいというか、まあ、あの危険なことはしないんですけど昔はですねすごい危険なパフォーマンスをしていたと。ね。恐ろしい話がたくさん。 残っているわけですよ、ね、なんかあの、まあ、例えばですね、えー、ボアダムスは以前あの名前が違ったんですけど名前がね「あの花たらし」というね、えー、ハードコアパンクバンドが元になってるんですよねボアダムスの前。そしてその「花たらし」ね「花たらし」というバンドではですね例えばですねあの本当に、えー、ライブハウス にガ,ソガソリンをまいて火をつけようとか、ね、だからライブハウスを燃やしてしまおうとか、ね、そういうことをしたりとか、ね、あとはあの、ねこのえー、工事をする時に使う、まあ、クレーンというか工事に使うでっかいトラックがありますよねトラックというか、まあ、重機、えー、マシーンですね。 それであのライブハウスの壁をね破壊したりとか壁を壊すんですよ、ボーンってね。あとあの、まあ、ビール瓶とかビー,ル、ね、ビールの瓶やコンクリートのブロック、ね、ブリックスです、ね、をあのオーディエンスに投げたりとんでもないことばかりを <laughs> 怖いですよね。 あとチェーンソーで自分を切りつけたりもうねわけわかんないこれね今ねウィキピディア読んでるんですけどもうわけわかんないねダイナマイトをダイナマイトをあのライブハウスに持ち込んで爆破させようとしたりとかもうよくわからない、ね、意味がわからないただですねこの人たちはもちろんテロリストじゃないんですよでやるつもりはないんですねあのもちろんチェーンソーを持って 客を、ね、オーディエンスを追いかけたりはするけど殺すつもりはないんですよねもちろんそんなそんなつもりはないですこれはねあ,あくまでまあある意味パフォーマンスアートというか、ね、そういうものなんですけどまあそれ分からない人にとっては殺されると思いますからね怖いですよねうんねコンクリートのねブリックスをブロックを投げられたりとかねもちろん当たってないとは思うんですけどねあのとにかく危ないことばかりをやっていたバンド でまあ、今はですね、今はですね、あの、あのまあ、音楽だけ、ね、という、ボアダムス、えー今のバン。今はですね、あのドラムを何,度もなら何台も並べて、ドラム3台とかね、えー、それで同時にあの演奏したりとかいう、そういうパフォーマンスで有名なバンドですね、ボアダムス。気になる人は、<laughs> YouTube とかにあのライブとか、多分上がってると思うんで、見てみてくださいね、ボアダムス。 これはやばいでとにかくね即興音楽とかねインプロビゼーションねそういうのを僕は好きな時がありました今でも好きですからねあのギターでノイズとか鳴らしてみたいですねあまあギターは弾いてるんですけどもし東京にいる人でね僕とバンドを組みたいっていう人はね言ってくださいあのギター弾きますよ、ね、ノイズ、えー、ノイズインプロビゼーション でよければやりましょう。ね、ノイズインプロベーション。まとにかくノイズ。ね、ノイズです。ね、あのー、フラストレーションのね。塊を。あのぶつけましょう。<laughs> ね、ノイズによって。はい。皆さん元気ですか。今日も、あ楽しく日本語を勉強してますか。ね、うん。あの前置きが長くなりましたね。またあの気がついたらジャズとか。 ねえー、ハードコアパンクとかそんな話ばっかりしてましたけど、えー、今日のねえー、っとなんだっけ、えー、トピックについて話したいと思います今日のトピックは、えー、今日のトピックですね週末についてですね週末について話したいと思いますえー、日本の週末とあの海外の週末ね海外例えばですね僕の住んでいるバルセロナスペインのバルセロナの週末は 結構違いますよね。結構違います。もちろん違います。えー、どう違うかというと、えー、まずですね。じゃあスペインの週末を話してみまみたいと思います。スペインではですね、土曜日はお店が開いてます。で日曜日はお店が開いてません。ね閉まってます。だから土曜日はまあ買い物をする人が結構多いんですね。土曜日は買い物をします。で日曜日は買い物を しません。というかできませんね。できないので、あのスーパーもですね。小さいところは空いてるけど、普通の大きなスーパーマーケットは閉まってますから。日曜日は本当に何もできないですね。ただ、あのまあ、噂によるとね。噂というか、まあ,あの話によると。オンラインのあのショッピングをする人は多いらしいですよ。だからね。日曜日。 あの買い物をせずにね家でおとなしくしてると思いきやそこではねやはりオンラインショッピングをやっているスペイン人ですねえーまあ、土曜日はですね買い物に出たり人に会ったりする人が多いですねで日曜日は日曜日はというとやっぱり家族に会う人が多いですよねまあもちろん土曜日も多いですけど特に日曜日は家族に会いに行きます、ね、家族に自分の家族ですね えー、例えば結婚していて子供がいる人はその親ですね親親に会いに行くわけですよねで親に会いに行って何をするかというとまあまあ子供がいればおじいちゃんおばあちゃんの家ですねだからおじいちゃんおばあちゃんの家何をするかというと一緒に食事をするだけなんですね食べるんです一緒にまあ大抵ですねおばあちゃんが料理を作ってえー、まあ子供の夫婦と あとは子供その子供ね孫ですねおばあちゃんにとっては孫でみんなで一緒に食べて、えー、その後まあテレビを見たりして過ごすんですねしかもそのテレビというのがね結構ねなぜかわからないんですけどいわゆる B 級映画ね B 級映画 B 級映画というのはちょっとクオリティの低い映画ですよね そしてスペインのテレビにはその日曜日とかね土曜日や日曜日の食後の時間まあスペインでいうまあ4時とか5時ぐらいに始まるんですけどその映画はあの2種類あります。一つはアメリカの,あの B ロマンティックムービー <laughs> いわゆるアメリカのちょっとねロマンチックな話ねちょっとラブストーリーですラブストーリーだけどちょっとねなんかね B なんですよ。 クオリティがまあ大体ですねあの俳優もアクターもあまり有名な人じゃないしストーリーもねちょっとねあまりにチーズなんですよねストーリーがちょっとねあまりにねあまりにロマンチックスイートなんかチープなスイートなんですよねチープでスイートスイートだけどチープなんですよ。そして、えー、もう一つののパターンがあのドイツの ドイツね、ジャーマニーですね。ジャマですドイツのドイツのサスペンスドイツのサスペンスこれはですねこれもねちょっとねすごいんですよ設定が大体いいね三角関係です三角関係というのは、まあ、あのラブトライアングルみたいなねなんかニューオーダーの歌でありますよねそう三角関係なんですよで大体いいね男が1人で女性が2人とか。 が多いんですね女の人が2人男は1人ねハーレムじゃんハーレムじゃんとか思いますかいや違うんですよこれがね結構ね特にね一人のね女が怖いんですよ怖い最高もう完全に最古なんですねだからもうあのあのー、殺すつもりで好、うん、かれてるわけですよあなたのことを愛してるとか言いながら、まあ、手には包丁を持ってですねあの殺すとか言うわけですよ 私のことを愛してくれなきゃあなたを殺すそしてあなたの恋あなたのねもう一人の恋人とかまあまあ本命の恋人もしくは奥さんそしてその子供を殺すわみたいなことを言うわけですよ怖いんですね本当に怖いこれがドイツのサスペンスね大抵ねそれはねあの悪いお女もしくは悪い男が死んで終わる <laughs> 死んで終わるという、まあ、そういう終わり方ですね えー、ですのでまあ,あのそのどっちかですねアメリカのラブチージロマンティックムービーもしくは、えー、ドイツの,あのこれはちょっと最高サスペンス <laughs> を家族で見て、えー、終わり <laughs> そういう週末ですね。じゃあ日本の週末はどうか日本の週末はどうかというと。 ほとんどの家ではですねあのやっぱり日本人とスペイン人は違います文化が違いますなので親親にににに会会いい行行くことははあまりななでですす、ねえー、毎,毎週は行かないです例えばあの、まあ、僕はね日本に住む時は東京に住みますからあの僕のね親両親に会うことはあのそんなにできないですね。 本当に1年に年回ぐらいです日本にいたとしても1年に1回ぐらいしか会いません。で、えー、でも例えばね僕の友達で親の家の近くに住んでる人はたくさんいます。でもねやっぱり毎週は会わない毎週は会わないです。多分月、ね、月にに回回とか3ヶ月に1回とかかですねでそれをスペイン人に言うとそれはなんか冷たいっていうふうになるんですよね。 でも僕が思うにそれはインンンデデペトだねそれはやっぱり独立しているから親にねそんなに会いに行くのは会いに行く必要はないそれよりも自分の夫婦ですね自分の夫婦そして自分の子供とどこかに行った方がいいんじゃないのって僕も思うんですけどまああのスペインではですねやっぱり自分の親に会いに行くっていうのがすごい大事なことですからまあそういう文化ですからねそれはそれでいいと思います。 そしてじゃあ日本人は週末に何をするかというと買い物を,ね買い物をします。土曜日も買い物を、そして日曜日も買い物をします。日本人は買い物が大好きです。ね買い物が大好きであとは外食ね外食外で食べます。これも大好き。公園に行く公園に行くのは,ねこれはね人によります。 子供がいる家は公園に行くこともあると思うけど子供がいない場合はあんまりね公園には行かないですね。えー、僕がこれはね僕が思うことですけどあのヨーロッパのの人の方がもちろん日本人の中にもですね自然が大好きな人はいるけど特に例えばね僕は実はね自然があまり好きじゃないんですね。 えー、まあ理由はあるんですけどこの理由を言ったところであの同意は得られないと思いますから言っても意味がないんですけどねというのが僕はあのこの理由を言ったところであの皆さんがねあのいや僕はそう思わないってね大抵言うと思うんで、えー、言っても意味がないんですけどあのね「自然って面白いですか? <laughs>」。面白いですか例えば公園に行って楽しいですか あの僕はあの子供がいるから子供のためにね子供はあの公園が好きだから行くんですけどはっきり言って子供がいなかったら絶対行かないですね木とか見てても全然面白くないしあの花とか僕全然好きじゃないんですね花,花好きですかあの花がいい,いい匂いがするいい香りがするっていう人いるんですけど僕は全然いい香りに感じないしあの花は別に綺麗とは思わないですね 正直言ってひどいですね僕はねこういうこと言うとねやっぱりね「あのえ日本語コンテッペイのテッペイ先生って花が嫌い」とか言ってちょっとなんか嫌だみたいなねそういうことを言う人が出てくると思うんですけどいや本当にこれはね正直な気持ちで今はね今のところこの僕の長い人生長くはないかまあ普通の人生38年の間あ,のあまりね花とか木とかそういう自然を まあ、もちろん普通にね綺麗だなとは思うけどなんか美しい写真に撮りたいとかね思ったことはないですね本当に、うん、ないです一切ないで、ね、であの山に行ったりとかね川に行ったりとか海に海もね海も含めて実はね僕あんまり好きじゃないんですよ海って海ってなんか匂いが海臭いでしょ <laughs> だから僕はね本当にあの なんていうかなあ、あのー、なんかあの町町でいいです町 <laughs> シティでいいです僕はシティであの本当にあのー、カフェとかでいいですねもしくはレストランとかあとは何映画何ね映画見に行ったりとかあとはまあミュージアムでもいいですよまあそういうそういうのの方が僕は好きですねはいインドアの それではまた皆さんチャオチャオアスタレゴ。